最後の竹豊の、災害事故の件でございますが、私も先ほど一報を受けたばかりでありまして、15時過ぎに、ボイラー付近で火災があったということを聞いております。大きな音がしたという情報も入っておりますけれども、地域の皆様には大変なご心配をおかけしていることと思います。本当に申し訳ございません。今後ですね、まだ事実これだけしかちょっと情報入っておりませんが、どういう事実があったのか、原因は何なのか、被害状況はどうなのかについては、今後分かり次第皆さんに情報提供するとともに、地域の皆様へは適切な丁寧な対応を行いたいというふうに思っております。大変申し訳ございません。NHK の吉田です。私も竹井豊関連で伺いたいんですが、まず火災があったのは竹井豊火力発電所の、どの何号機なのかとかっていうのが把握されているのかということと、中電力管内の電力供給体制に今回の火災が影響あるのか、その辺、あと今後どういうふうに対応していくのか含めちょっとお願いします。すみません、今のところまだ先ほど報告を受けたばかりですので、その報告を受けた範囲でということで、ご了承いただければと思いますが、5号機のボイラーの、周辺で火災が起きたというふうに、今のところ聞いております。火災の規模、被害の状況については、まだこれから状況把握に努めていきたいと思います。いずれにしましても発電所における事故ですので、今後、電力の需給状況についてでありますけれども、今のところこの冬につきましては、安定的に電気をお送りできるものと今のところ思っております。現時点ではないということで、現時点では安定供給はずっと守られると思っております。ちゃんと電気をお届けすることができるというふうに考えております。ありがとうございます。観光業新聞の永原です。2点ほどお伺いします。続いて教えます竹豊に関してなんです。竹豊のバイオマス石炭の温床でして、面白いと昨年23年9月に与那国バイオマス の事故があったと思います。バイオマス発電所で続いての、火災事故だと思うんです。これの受け止めですか、今後、どういうふうにこう対処していきたいかというと教えてください。まず与那国のバイオマス発電所での火災事故、これにつきましてはですね、大変地元の皆様にご心配をおかけしました。これもお詫び申し上げます。今その原因の追及を行っているところでありまして、再発の防止に徹底防止策を徹底していきたいというふうに思っております。今回の竹豊につきましても、確かにバイオマス混焼施設でありますけれども、その被害の状況と原因についてまだまだ分かっておりませんので、何が原因があったのかについて原因を突き止め、適切な対応を速やかに行っていきたいと思います。マインチームの原です。竹豊の件でもちょっとお聞きしたいんですけれども、ベルトコンベアが燃えてるっていうふうにリリースも出していただけると思うんですけれども、この辺りっていうのは従業員さんとかはいない無人の場所なのかどうかということと、あとその従業員さんの避難状況、そのあたりについて分かっていることがあればお聞かせください。そうですね、今のところまだどの部分に災害があって、どこまで、広がっているのか、あるいは、被害がどうなって人的被害があるかどうかについてはまだ報告を受けておりません。分かり次第、ご連絡したいと思います。宗教警備の松原と申します。すみません、竹豊火力の火災なんですが、これ一応ジェラーですが、これ中電さんもその情報を出すという認識でいいのか、ジェラーが出すのか、どう区別すればよろしいですか。一義的にはジェラーの方から情報を提供させていただきます。もちろん我々 のグループ、50% 出資の会社でございますので、何かあれば我々からも同じ情報を出そうと思いますが、一義的にはジェラの方から情報を出させていただき、対応策を検討するということになります。コミットについてはもちろん株主として、また同じバリューチェーン、深いバリューチェーンにつながっている、同じ仲間として一緒に対応していきたいと思います。今ちょっとうちの別の記者とかはなかなかこうジェラさんに連絡取れないとか、ちょっと向こうも向こうでかなり混乱してるんで、大変申し訳ないですけど、その辺のバックアップというか、
中電さんにお願いできれば助かります。はい、ジェラにそう伝えるとともに我々ができることがあればまた協力させていただきます。ありがとうございます。冒頭出てきた竹豊火力の事故の件でですね、電力の供給体制には問題がないと思っているというご回答だと思うんですが、非常にその竹豊火力って火力発電所の中でも大きな発電所だという認識があるんですが、それでも供給体制には良くないだろうとおっしゃられる理由というのはもう一つだと思います。すみません、これもあくまでも現先ほど一報を受けて、資金の需給状況、需要の状況、それから供給力の状況、今のところ見てみたところ、供給承認までは至らないんではないかというふうに思っているところであります。具体的にはまた説明させていただきます。少なくとも今の需給状況、需要と持っている竹豊以外の供給力と考えますと、今のところ問題ないのではないかと先ほど確認したところであります。具体的にはまた詳細につきましてはご連絡させていただきます。ごめんなさい、先ほど一報を見てたその一報の内容をちょっともう少し詳しく知りたいんですけど、15時過ぎにどこからですねボイラー付近で火災ということですけれども、これはボイラー付近の何が燃えているということを聞いたのかということを、でそれでも既に鎮火したという情報だったのか、もう少し一報を受けた時の状況について教えていただけますか。はい、一報を受けたのはですね、ボイラー付近から付近で火災が起きた、その後、竹豊火力発電所が停止して電気が来ないといいますので供給を停止したということを受けただけでありまして、具体的に何が燃えたのか、どこが燃えているのか、被害の状況はどうなのかについてはまだ今後聞いていきたいというふうに思います。